はい、じゃあそれではですね、本日1年合格専用コースの、説明会ということで、春から開講する、予備試験の1年合格専用コースの、カリキュラムについての説明ということになります。でこの1年合格専用コースというのは、まあ、レックではですね、入門講座から始まる、予備試験対策の講座としては、2年コースと1年コースという形で2つのコースが設定されていますが、こちらでですね説明するのは1年合格専用コースということで、来年ですね、2023年の、今年からはね7月ということで、受験の日程の方が2ヶ月後ろ倒しになりますので、23年の7月以降の、試験の、合格目標ということになります。で今年開講ということになりますので、今年の、3月4月から、講義が始まって、来年の、7月の受験まで、だから実質的には、1年ちょっと、の、受講期間学習期間で、予備試験の合格を、初学者段階から目指していくというコースになります。で、予備試験1年コースというのは、通常の、コースとどこが違うのかというところがおそらくは一番、重要なところだと思いますので、まずこちらのパンフレットですね、予備試験1年合格専用コースのパンフレットに即してですね、説明をしていきます。でまずですね予備試験自体の、制度概要についてですけれども、司法試験が最終的なゴールなわけですね。最終的には、法曹三者、弁護士、裁判官、検察官になるためには、司法試験を突破してその後、司法修習を経て、法曹三者という形で、実際に仕事についていくということになるわけですけれども、司法試験を受験するにあたっては、2つのルートがあるわけです。1つは、予備試験というルート、そしてもう1つは法科大学院というルート。で法科大学院のルートっていうのは、現在では法曹コースという形で、学部3年で、その後、ロースクール2年間で、5年間での、受験という形で、通常の、ロースクールの、4年間出てから、2年3年という、形で法科大学院を修了していくというコースと、それから法曹コースという形で、2つの制度というのがあるわけですが、このコースは予備試験の1年合格コースということですから、法科大学院ルートの方ではなくて、予備試験で受験資格を得ていくことを目指していくコースということになります。で、予備試験というのは法科大学院ルートとの違いはどこにあるかというと、やはり受験資格がないということですね。法科大学院ルートだと最終的には法科大学院を卒業修了するということが必要になりますが、予備試験の場合にはその実際試験ですね、担当式、論文式、そして口述式という試験を突破できれば、そのまま司法試験の受験資格を得ることができるというところですね。で合わせてですね、予備試験を受かった後の、法科大学院、異なっているというかね、比較ということになりますけれども、予備試験ルートでの、合格者の司法試験の合格率というのは、こちらですね、少しパンフレットの方で、少し、紹介しますと、2021年のデータということになりますけれども、29歳以下に限定すると、司法試験です。予備試験突破して、司法試験一発目に合格する割合というのは、29歳以下のデータということになりますけれども、97% を超えてくるということになります。で直近の試験でもですね、司法試験の担当式試験においては予備試験の合格者というのは 100% 合格しているということで、やはり予備試験ルートで合格している方というのは、客観的なデータとしても司法試験の合格というものは、しっかり勉強していれば十分手が届くというような形の試験になってますから、予備試験ルートで、法曹資格を目指している方にとっては、一番、勝負になるのはいかにして予備試験を突破するかということになります。この司法試験自体の合格率というのはその、29歳以下のデータになりますけれども非常に高い、一方で、予備試験の合格率というのは、トータルで約 4% 前後の試験ということになります。でこの 4% の試験を、突破していくというのが、この一番大変なところということになります。でその上で、予備試験の制度については担当論文口述という形で3つの試験になります。で試験時期については2022年までは例年5月が担当だったわけですけれども、今年からですね次回かな、2023年以降は実施時期が7月ということで、論文もそれに合わせて2ヶ月ずつ繰り下げですね。担当が7月、論文が9月、口述が1月ということになりますので、今年から受験目指される方っていうのは、特に短期合格を目指される方にとっては、学習期間というのが2ヶ月伸びたということで、有利に短期合格を目指していくチャンスということになるのかなと思います。であとはですね、これまでの試験との違いということでいうと、2ヶ月後ろ倒しになったということに加えて、
2022年からの試験ですけれども、論文式試験、2021年までは、一般教養科目という形で、試験が行われてたわけですけれども、まあ、論文式の科目についても、まあ、全部で10科目、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法、そして民事、刑事の、まあ、実務基礎科目に加えて、これまでは2021年までは一般教養科目という形で出題されていたのが選択科目に変わっています。で、選択科目という形になりますけれども、この選択科目についても法律の科目ということになりますから、一般教養科目と比べると得点も安定しやすい、実力通りの成果が出やすいのように変わっているのかなということで、しっかり勉強を固めていければ十分今年ですね、2023年の合格目標という点では十分短期に合格するということは、スタートをしっかり早期に行えば十分可能な試験になってくるのかなというところではあります。で、ただですね、1年コース、例年ですね、1年コース受講されて、合格される方というのはいらっしゃるわけですけれども、そこまで簡単な試験ではないということですね。先ほど 4% の試験というふうに言いましたけれども、担当式試験がだいたい 20% から 25% ぐらいの合格率です。で、担当式試験突破した人が論文式という形で、その合格した人の中の約 20% が合格する試験で、口述式試験は例年のデータでいうと 95% 以上が合格する試験ということになりますから、口述式試験を置いておけば、担当式でだいたい 25%、で論文式でその中の 20% で掛け合わせてだいたい 5% で、口述で少しだけ振り分けが振り落としというかね、口述で、試験一応ありますから、それをトータルにするとだいたい 4% から 5% の間の合格率になるというイメージになります。で、じゃあ予備試験の1年で突破するための、最大のポイントはどこにあるのかというと、やっぱりしっかりと学習時間をかけて、で予備試験に合格するためのしっかりとしたカリキュラムを組んでいくということになろうかと思います。どうしてもですね、法律の勉強ということになると、やろうと思えばどれだけでも膨大になるんですよね。言ってみれば各試験科目、論文含めると10科目ということになりますけれども、1科目1科目が、当然やろうと思えばどこどこまでも追求できてしまうものですから、予備試験で出題されるレベルで、かつ、予備試験で問われる内容というものに絞った形でインプットをかけていくということが非常に重要な意味を持ってきます。で、じゃあどのようにやっていくのかというと、やはりこれは予備試験の傾向というのをしっかり分析した上で、実は聞かれていることというのは、司法試験の予備試験ということぐらい言うぐらいですから、司法試験と比べれば、平易なこと、標準的なことを聞いてきます。で、ただ標準的なことを聞くんだけれども、それは優しいという意味ではなくて、基本から標準的な事項をどれだけ正確に理解できて、それを答案で表現できるかということが、結構問われています。ですので、学習するにあたっては、担当論文という形で、試験続きますけれども、まず論文をしっかり固めていくということが重要になります。この後も説明はしていきますが、担当式試験というのは、合格率が 20% から 25% の試験ではあるんですが、正直過去問をしっかりやりきっていけば、合格点に達することができる試験というふうにされています。実際にですね、予備試験というのは、平成23年から、令和3年まで行われていて、実際試験としては11年間の過去問があります。そして、司法試験というのも予備試験と共通問題で、平成18年から現行の司法試験始まっていますから、令和3年まで含めれば全部で16年間ということになりますかね、の試験と過去問というのが蓄積されています。そうすると、共通問題を合わせても担当式試験というのは全体で27年分の過去問が蓄積されているということになります。で、じゃあその過去問を全部やりきった上で、じゃあどのぐらいのものが、じゃあ重複するのかということですね。実際令和3年の問題を例にとると、令和2年までの過去問で出てきた問題、もちろん全く同じ問題は出ることはないけれども、それと関連する問題であったりとか、形を変えて問われるような問題、つまりその過去問をしっかりと適切に分析検討ができていれば解けたであろう問題というものは、全体の大体 80% から 85% ぐらいを占めています。じゃあ残り 10% から 15%、 残り 15% から 20% はどういう問題かというと、推論的な問題、いわゆる考えながら解いていく問題であったりとか、場合によっては法改正によって全く初見だから、最初の出題ではなかなか解けないような問題といったように、差がつかない問題というのが出てくることになります。推論問題というのはしっかり対策をすることになりますけれども、本当に初見の問題というものについては、どうしても初見だと十分過去も回ってませんし、あとは
予備試験の合格にあたっては過去問をしっかりこなすっていうのがもうメインルートであるというのはある程度試験対策という観点からはもう固まってきてて、受験生特に合格者のほとんどが、まあ、過去問というものをやりきっているという形になってますから、まあ、そこから漏れてしまうものについては、まあ、ある程度、まあ、損切りというわけではないですけれども覚悟する、まあ、失点しても仕方がないというような問題になります。でそうすると過去問をしっかりやりきっていれば 85% ぐらいの得点率というのは期待できるわけですね。でじゃあ実際に合格ラインどのぐらいなのかといったら、トータルで得点率でいうと 60% 以上がだいたい例年の得点率です、合格の。ということは、まあ、過去問で若干の、ね、ブレがあったとしてもしっかりとやりきっていれば、十分合格に達することはできます。でそして、まあ、客観的な難易度からしても、まあ、予備試験の担当というのはそこまで難しい問題は聞いていません。範囲がだだっ広いというかね、7科目プラス一般教養、まあ、一般教養についてはねなかなか対策しづらいところがあるけど、法律科目だけでも7科目で、まあ、非常に広い、だからどうしても回らないという人が多いというのが、まあ、現況としてあります。ですから、まあ、1年コースにおいては、まず論文対策をしっかりやりきって、 できるだけもう論文の対策が終わった段階でもう論文式試験は合格できるというところを作ってしまって、でその後の直前期で担当の対策を徹底的にやっていくと。で過去問については全ての過去問について担当合格講座という形で、まあ、集中的に追い込んでいくという形で扱っていきますので、まあ、通常だとなんか担当勉強してその後論文書けるようにしてっていう形の、ね学習スタイルというのが多いとは思いますけれども、1年コースの特徴はまず論文ですね。で担当と論文という場合にも、まあ、担当で問われる内容が100だとすると、論文というのはその中の大体30から40ぐらいなんですね。で30から40ぐらいの内容なんだけれども、それについてしっかりとした深い理解が必要になる。で1年目の最初の入門段階ではその100のうち40の部分、論文に問われる部分を、まあ、重点的に解説をしていくことになります。ですからこの点が、まあ、2年コースとの違いというところもあると思います。まあ、2年コースも私のクラスだと論文重視ということになりますけれども、ただ1年コースの場合には、まあ、さらに論文に特化する。で特に、法科大学院であったりとか、まあ、公務員試験であったりとか、他の試験種というものとは全く一線を画す形で予備試験の1年コースですから、予備試験に特化する形での学習ということになりますから、そこは絞った形で勉強していくということになります。ではですね、少しパンフレットの方で説明をしていきますが、まあ、大きな違いというのはやっぱりカリキュラムなんですね。もう2の方からちょっと説明しましたけど、まあ、1、2、3とありますけれども、まあ、まず1のところとしては、1年コースの特徴としては、一応私が全て一貫指導という形で行っていきます。まあ、入門講座、それからこの後説明しますけれども、実際の論文過去問における論文指導、それから合格答案作成講座という、まあ、論文のインプット講座、それからまあ、あとは、担当合格講座という形で、まあ、ライブで行われる講義については全て私の方で、一貫指導という形で行います。で他の実務基礎科目とかについても私の担当するような形で、講座の方を提供していくということになりますが、その答練と呼ばれるような、ね、問題集を問題を実際に解いていくという、まあ、模試とか答練とか、あとはどうしても選択科目というところについてはその各人、の学習という形でその、まあ、いわゆる映像講義という形で見ていったことになりますけれども、まあ、基幹科目については全て実務基礎科目を含めて私の方で責任を持って一貫指導させていただくということになります。でやはりどうしてもその予備試験の場合、まあ、特に短期合格1年合格というのを目指していくにあたってはモチベーションの維持というのが最も重要なところになりますから、まあ、1年コースの特徴はとにかく通学を設定しています。でもし、ね、通学できない方も Zoom 講義という形で、その通学授業をそのまま、Zoom で配信するという形で行っていますので、まあ、もし、ねちゃんとした学習のペースみたいなのをしっかり掴んでいきたいという形であれば、ぜひ、通学や、まあ、Zoom を活用していただいて、カリキュラムにしっかり乗っかっていただくと、まあ、いうことです。でどうしてもこれがですね、通信でそのライブとかズームとかがないケースになってしまうと、一回ちょっとペースが乱れてしまうとなかなかそのリカバーするのが難しかったりとか、あとは場合によっては自分のやってる勉強法みたいのが正しいのかというね、まあ、いろんな情報流れてきますから、そういったものが正しいのかどうかみたいなことについても不安持ちながら勉強することになっちゃうんで、まあ、そういうふうな不安がないようにできる限りカリキュラムという形でしっかりと決まった時間に講義を提供していくと、まあ、いう形です。であとは分からない点とかがありましたら、まあ、通学で来られている方は講義の前後とかに質問していただいたりとか、まあ、Zoom の場合でもですね、質問があれば、まあ、質問に対応していくという形で、そこの部分は、
最後まで、学習を進めていけるという。で、実はあの予備試験というのはとにかく合格率が低いというのは理由としては挫折率の高さというのもあるんですよね。十分な対策ができてないままそのまま突入してしまうと、まあ、いう形も結構多く見られるところですから、まあ、しっかりとその通学という形で、進めていくということはあのこのクラスの特徴ということになります。でそして2つ目が先ほど触れたカリキュラムということになりますけれど もうとにかく、まあ、予備と司法試験ではそのもう全く違ってきます。問われる知識の範囲とか必要な能力というものについては、まあ、かなり絞ってくることになります。ですからその予備試験の出題傾向というのをとにかく、まあ、分析をした上でですね、まあ、予備試験で問われる内容を試験で使える形で説明していきます。ですからあのテキストについてもあのオリジナルレジュメという形で、まあ、講義メモとかチェックシートと呼ばれるオリジナルレジュメを使って、でそれでもあの予備試験向けに解説をしていくということになります。で論文を書けるようにするということになりますが、まあ、1科目だいたい平均50日というふうに書いてありますけれども、まあ、講義自体を進めていってすぐに論文を書いていくという形のカリキュラムになります。ですので、まあ、民法が終わった段階でも民法の過去もいきなり書いていくという形のカリキュラムになっていきますので、まあ、できる限り見ていくということになります。論文を固めるということ で実際にあのこれはオプションになってくるんですけども、添削指導というのもついていますので、答案の方を提出していただいて、私の方に、実際提出していただいて、それを、まあ、添削をした上で返却をしていって、でフィードバックをかけていくと、まあ、いう形も、取ることができますので、まあ、実際あの過去問で、フィードバックという形で添削というものについては、まあ、オプションでつけていただいた方は、全ての過去問ですね、予備試験の、全ての、11年ですから99問ということになりますかね、11年分の過去問すべて予備試験については、起案していただいたものを、添削フィードバックという形で進めていくことができます。で、あの私の添削以外にもですね、合格者の添削もこちらついていますので、例えば、私の方で添削をしたものと、それから、まあ、合格者の方の添削を、まあ、見比べた上でですね、複眼的な目で、答案を見ていくということもできるようになっています。でそして、もう一つの特徴としては、やはり通学の場合ですと、まあ、これは Zoom の場合だと通学と同じように、まあ、時間を決めて、実際に机に向かっていただいて Zoom 環境の中で生講義と同じ、状況で、学習をすることができるということになりますが、まあまあ、通学に限らずですね、その通学 Zoom で受けられている方、もしくは通信で受けられる方も、まあ、1年コースで受けている方っていうのはもう全ての方が1年合格を目指している方です。ですからそのまあ、通常学習していく中でモチベーションの高さみたいなものについては、やっぱりその人それぞれコースによっては、ね、人それぞれ波があったりするわけですよ。ですけども1年コースっていうのはものすごいカリキュラムとしてはもう密です。ものすごくそのカリキュラムとしては濃いカリキュラムになっていて、そのカリキュラムに乗っかった上で、2023年の予備試験に合格するという目標を持った方しかいません。ですので、まあ、実際に周りでどういうふうな学習が進められているのかとか、もしくはですね、そのこれからあのちょっと説明していきますが、論文指導の中の応答とかで、まあ、自分がしっかりとあのやるべきことをやれているのかとか、あとは周りの人というのがどういうふうな、達成度にあるのかみたいなことを見ながら、まあ、言ってみればモチベーションを維持しながら進めていくということができます。であとはその環境という観点からすると、あの質問環境ですね、まあ私に対して直接ですね、あの講義の前と質問していただくということもできますし、あとはですね、あのスタッフの方とかも司法試験に精通している方非常に多いですから、そのような方とかにあの具体的な相談をし、ていただいてでそれで、まあ、分からないところというものを、ね、解消しながら進めていけるというのが、まあ、1年コースの特徴の、3つ目ということになります。でこのように、まあ、一貫指導であること、そして、まあ、論文から入っていって論文を書けるようにしてから担当し上げていくという、まあ、カリキュラムであること、でそれから、まあ、環境としては、まあ、1年合格を目指す人だけの環境で集まってくると、まあ、いう点がこの講座の、まあ、特徴ということになります。ではですね、実際具体的カリキュラムとしてどういうカリキュラムを組んでいくかというと、まあ、今年は予備試験が7月ということになりますので、まあ、少し余力があるということで、ね、例年は5月ということですから、まあ、それなりにね、もう本当の意味での1年だったんですが、まあ、ちょっと、今年からは 1.2 年ぐらいな感じで、少し時間的なゆとりはありますが、ただとはいってもですね、講座としては非常に、密度の濃いものになっています。まず期間の講座としては、まず1年合格専用入門講座というものです。でこれはあの通常の入門講座を1年合格専用の方向けに、提供するという形です。
まあ、だから言ってみればいろんな人たちが集まってくるというよりはもう1年コースを受けている方に向けて、予備試験の1年合格のための、言ってみれば講義内容という形になります。でもちろんですね、あの2年コースと法律の勉強ですからね、全く重複しないかといったらそんなことなくて重複するところも多いですけれども、実際に予備試験での出題履歴であったりとか、まあ、予備試験において、まあ、論文で問われたことがある部分であればどういうふうな論述をしなきゃいけないかとか、まあ、そういったことも含めて、扱っていきます。で特に1年コースの場合には後ろに担当合格講座最後にドンとやっていきますから、いわゆる担当プロパーになるような知識についてはできる限り担当で回すと、まあ、これもだから一貫指導の、まあ、メリットっちゃメリットで、あの後担当講座でやるっていうことは私の方で、カリキュラム上予定してますから、そこで十分足りるものについてはなるべくメリハリをつけて、その入門講座の段階でやるべきものっていうのは、まあ、論文を書けるようにすることに絞っていきます。で、まあ、週3回ですね、週3回の3時間半の講義になります。週3回の3時間半の講義が、まあ、大体4月から開講して12月ぐらいまで年内いっぱいまで続いていくイメージになります。で講義としては、まあ、民法から順次、進んでいくわけですが、まあ、民法の学習が終わった段階で始まるのが、論文指導というものです。でこの論文指導というのは通学の場合は土曜日に行われますが、まあ、毎週2問から3問ですね、まあ、予備試験の過去問について実際に起案をしていくということになります。まあまあ、いきなり書けるかって話ですけれども、それは書き方とかね、そういったところはもうあのちゃんと説明をしたりとか、まあ、もしくは実際の答案指導それから、添削指導とかを含めて、徐々にブラッシュアップしていくという形になりますから、やっぱりまず書いてみることがないと始まりませんので、まあ、実際にも書くという作業はこの入門の民法が終わった段階の後で、すぐに扱っていきます。でこの論文指導というのは講義形式というよりは双方向での指導形式になります。実際私の方で応答発問をすると、まあ、受講生の方に発問をしてそれに対する応答、まあ、そういったものを通じて、まあ、皆さんの理解度を把握しながら、進めていく。で、まあ、受講している方の立場からするとですね、実際に聞かれていることがスラスラ言えるかどうかですね、で問題の所在みたいなものを説明できるかとか、まあ、そういう、きちんとした形で自分の理解がインプットしたものが、答案で使えるような形になってるのかというのを発問応答を通じて理解していくというそういう形式の講義になります。でこちらが、まあ週1回の講義3時間の講義がついています。でただ過去問だけやっててもじゃあ過去問以外のものが出たらどうするんだっていう話になりますから、まあ、網羅性というものに若干の疑義があると思うんですね。ですからその網羅性というものを担保するために、合格答案作成講座というのがついています。でこの合格答案作成講座は週2回の講義になります。でこれは論文指導でやっている科目とちょうどリンクする形になります。ちょうど論文指導が週1で行われている期間に、合格答案作成講座というものがあります。でこれはですね、まあ、言ってみればその網羅性を担保するために、論文式の問題、旧司法試験、をはじめとするような、まあ、予備試験に、まあ、実際に親和性の高い問題を、まあ、問題集の形式でたくさんの問題をやっていきます。1回の講義で、それこそ7問から10問みたいな形で、次々と答案構成をかけていって、まあ、論点であったりとか、まあ、重要事項みたいなものについて論文の問題形式、まあ、いわゆる短文問題ってやつです。問題形式のもので、答案構成をどんどん作っていって論文の頭を固めつつ、その論文の、知識の網羅みたいなのを図っていくという形になります。ですからそうするとこの論文指導と合格答案作成講座というのが、まあ、ちょうど、まあ、くっついていて、まあ、週3回ということですね。週3回で、論文関係の学習をしていくと。でその中で、このインプットの方は次の講座、次の科目ですね。2科目目の商法が始まっていきます。で、2科目目の商法が終わった段階で、こっちの論文指導の方が商法、合格答案作成講座が商法。で、それが終わると次3科目目がインプット始まっていて、並行する形で、ね、始まっていて、それが終わると、合格答案作成講座論文指導の3科目目が始まっていくという形になります。そうすると、まあ、日頃のルーティーンとしては、まあ、最初の民法のところはありませんけれども、まあ、論文指導が始まってくると先取りのインプット講座が週3回、そして、前でやった科目ですね、前でやった科目の、論文の、論文指導と、合格答案作成講座が週3回で合計週6コマの講義が流れていくことになります。で一応これよく言われる話なんだけれども、あのじゃあ週6っていうのはなかなか通いきれない、もしくはどうしても、まあ、社会人の方だったら、まあ、お仕事があってその日は平日は通えないなんていう方も結構いらっしゃると思うんですが、まあ、例年受講生の方ですと
その、まあ、Zoom で受けるっていうこともできますし、あの欠席した場合には翌日にその講義のものそのままマイページという形でウェブ上で講義を視聴することができるようになっています。ですから、まあ、学生の方であったりとか社会人の方、それから、まあ、今だとコロナウイルスとかの影響でなかなか通学をしにくい時期とかが出てくる可能性があるような場合には、Zoom で受けていただいたり、まあ、もしくは翌日ですね、まあ、平日だったら例えば月曜日から金曜日までの平日についてはそのライブ講義が行われた次の日以降に、ウェブ上に上がっているそのマイページ上で講義を受講していただいて、まあ、それで土曜日日曜日とか通えるときに、その、まあ、通学で通って、まあ、分かんない点を聞いていただいたりとか、まあ、そういうようなことをしていくという方も非常に多くいますので、まあ、全て通学される方ももちろんいますけどね、ちょっと通学でその辺は柔軟に、ちょっと毎日来れないなって方はそういう形で Zoom や、翌日以降のウェブでの、マイページでのウェブ視聴という形で対応していくことになります。であとは実際の添削という形まで考えていくと週2通ずつ添削していくことになります。週2通ずつ、まあ、場合によっては週3通になることがありますが、まあ、週2通から3通答案を実際に書いて、そして提出をしていくという流れが、この12月ぐらいまで続きます。でそしてですね、この論文指導というのは結構後ろまで引っ張ってますけれども、こちらは実務基礎科目がありますので、まあ、実務基礎科目に関しては同じような形で最後まで進めていくということになります。でそうすると大体の目安ですけれども、まあ、年内ぐらいをめどに、まあ、インプットそれから論文に関しては完成していくことになります。でじゃあその後終わったらどうなるかというと、もう担当を徹底的にやっていくということになります。まあ、いった実際にインプットで1周目ですよね。インプットで1周目、そしてその後に追いかけてくる論文指導合格答案作成講座で2周目の学習で、これでも論文はもう書ける状態にする。で書ける状態にして、じゃあ担当プロパーの知識であったりとか、あとは全体の知識の正確性、まあ、引いては担当をまあ余裕を持って合格するために、この週3回あったインプットですね、週3回あった入門講座の部分がすべて担当合格講座にシフトします。これは担当合格講座といって過去問ですね、担当式試験の過去問をすべて回していくという形になります。でやっぱり先ほど触れた通り、担当というのはもう過去問をしっかりと適切にこなしていくということが、一番最大の、ポイントということになりますから、その担当の、過去問を週3回、の講義の中で、出題されたもの、特に、まあ、予備試験、それから司法試験の23年以降ですね、まあ、少し古い問題になると法改正とかがあって、あまり、法改正があったりとか出題傾向が違っちゃったりして、そこはやんなくていいかなみたいな問題とかもあるので、そういったものは引いてですね、予備試験が始まってから平成23年から令和3年までの予備試験および司法試験の全問題についてここで解説講義を進めていくということになります。でこれで3週目ってことですね、3週目という形で進めていきます。でじゃあこれやってる間にじゃあ論文なまっちゃうんじゃないかっていうのも、あるかもしれませんけれども、そのなまらないようにここで論文指導だけは残ります。論文指導だけは、まあ実務基礎科目の論文指導という形で残っていきますし、あとは当練という形ですね、実際に当練というとその実際に初めて見る問題を実際答案を書いて、そして採点して返却が返ってくるといったような当練みたいなものについては、まあ、この時期にしっかりと扱っていくということになります。で一応このような形でカリキュラムというのが設定されていて、まあ、1年コースの特徴なのはとにかく、まあ期間講義はすべて生講義になります。1年合格入門講座、論文指導、それから合格答案作成講座、担当合格講座という形ですべて生講義という形で提供していくことになりますので、まあ、ペースメイクとしてはこういう形で進めていくことになります。でそうするとそれなりに忙しいというかね、1年で受かりますというのはそう簡単には言えないんです。やっぱりね、その、まあ、受かりますって言ってしまうのはまあ、こちらというか予備校としては楽なのかもしれませんけれども、やはりカリキュラムとしてこれだけ週6コマということになりますから、講義時間だけで20時間近い、週20時間近い講義時間というもの、そして、で講義の中では基本的には入門講座予習いりませんけど、やっぱり復習は必要になりますしね。で論文指導の場合には答案を作成したりすることになりますから、まあ、講義の復習であったりとか、まあ、それからまあ、論文を実際書いていくっていうそういう時間とかを考えていくと、箇所分時間の多くは取られてくることになります。で、まあ、大体どういうふうな何時間ぐらい必要なんですかっていうふうのね、聞かれることも結構あって、まあ、そこら辺のところは、まあ、実際にこの後まあ、個別でお話しするときとかにちょっと説明できればなっていうところもあるんですけれども、まあ、少なくとも講義時間が20時間ありますから、まあ、1週間でまあ20時間プラス、まあ、復習や起案のために必要な時間って考えてくると、まあ、箇所分時間の多くというものはやっぱり予備試験の1年でやるということは
それなりに必要になってきますので、まあ、何時間必要っていうのはね、その量で測るものではないっていうところもありますけれども、まあ、ただ少なくともその空いてる時間であったりとか隙間時間も含めて1年間ですね、正確には 1.2 年ぐらいになるんでしょうけれども、その時間はもう勉強にどんどん割いていくということが必要になる。でそのぐらいは予備試験の1年っていうのはやっぱりハードルは高いです。その予備試験に受かるっていうことは、まあ、言ってみれば、法学部で4年学習してでその後に寄修者として、ロースクールで2年間やってそして、単位を取って修了するというその6年間をショートカットするという試験ですから、それを1年間でやるということになりますからね。そうするとカリキュラムとしてもレジュメとしても予備試験に特化したっていう形のもので絞って、その部分をね乗り越えていくっていうことをね、講座としてはやっていくわけだけれども、ただそうなるとそれだけのやっぱり時間であったりとか、まあ、労力というものは費やしていくということが必要になってくるので、まあ、その点は簡単なものではないっていうことはしっかり意識していただけるとと思います。で逆に言うとそういう意識を持っている方たちが1年コース入ってきます、毎年 で1年間学習していきますから、そのモチベーションを維持するっていうこともやっぱり心折れやすい中でそういう人たちが集まってくる環境の中での学習だということも、まあ、メリットとして先ほど述べたところであると思います。であとはですね、まあ、制度としてオフィスアワーという制度もあります。こちらは月1回予約制ということになりますけれども、まあ、時間ですね、私の方で予約を受けてということになりますけど、月1回決まった日時で、まあ、20分間ということになります。20分間、まあ、通常の、ね、細かな学習上の質問とかであれば講義の前後で行って、ね、それで解決する方が多いんだけれども、まあ、中には学習計画であったりプランニングであったりとか、まあ、場合によってはですね、その結構大きな学習方針みたいなものとかね、まあ、そういうところで少し不安な方とかは相談をしたいという方も結構いらっしゃるので、こちらについてはその20分間という形で、具体的なアドバイスという形で、これはですね、中身についてはさっき言った学習相談じゃなくても具体的に講義の質問時間取ってしっかり質問したいという方が利用されている方もいらっしゃいますので、まあ、こちらの方も月1回、オフィスアワーという形でその質問機会ということを相談機会というのがありますので、こちらもうまく活用していただければと思います。であとはレジュメ等についてはですね、オリジナルレジュメということになります。どうしても予備試験で問われるものについてはその全部やってしまったら当然間に合わないですから、どれだけ集約するかということにつきます。で、まあ、1年合格のために必要な講義用で使う講義メモ、覚えなきゃいけないものについてはチェックシート、で科目ごとになりますけど科目ごとでは事例問題に関する事例問題集という形で、まあ、オリジナルレジュメ、まあ、もちろんですね、予備校で使う、まあ、レックではセブンサミットっていうその大きいテキストみたいな、もちろんその参考資料というかね、実際にそのものを調べたりとあったりとか、そういう時で必要ですから、それはあります。ですので、まあ、分かんない時の参考資料みたいなものはレックで使っているセブンサミットっていうものをしっかり準備した上 でそれでまあ分かんないところとか深く学習したいところみたいなものはそこで深く勉強していくってことになりますが、まあ、講義の中では、まあ、ここにある通りですけれども、まあ、オリジナルレジュメを使って、まずは論文、予備試験の論文で問われるところでしっかりと高得点取れるような形の講義設計っていう形で進めていきますので、で実際それをもとに、まあ、論文を書いていくということになっていきます。で合わせてですね、最後になりますけれども、一応添削についてはですね、まあ、私の方で添削指導を行います。で一応手書きでの添削という形にはなりますけれども、まあ、提出していただいて、で提出していただいたものについて私の方で、コメントを入れて返却をするという、まあ、ルーティンですね、ということも、一応、オプションということになりますけどあります。で一応私の添削じゃなくともですね、こちらは1年コースに付帯しています合格者の方の添削ですね、まあ合格者の方の添削というものをデジタル添削という形で扱っていきますから、まあ、カリキュラムにしっかり乗っかっていただければですね、4月から開講ということになりますけど12月の段階ですね、12月の段階では全ての過去問というものが全部起案されているという状況になっていますので、まあ、その点はしっかりとペースをつかんでいただければと思います。で一応このような形で、まあ、1年コースという形で進めていきますが、まあ不明点とかはですね、まあ、お問い合わせいただいたりとか、まあ、直接、ご来校いただいた時とかに、お話しできるかなとは思いますけれども、まあ、やっぱり1年間で合格するっていうためにやっぱり必要なのはやっぱりカリキュラムとモチベーションっていうところはありますので、そのためにまあ今まで、実際私の方でなんか培ってきたっていうんですかね、こういうふうなものが一番いいんだろうという形で、
まあ、こういうふうなカリキュラムの方を作っていますので、まあ、ぜひですね、1年での合格というのはね、まあ、当然簡単な話ではないですけれども、そのために、必要なものというのはできる限りの、ね、最大限の、ね、提供というのをさせていただきたいと思っておりますので、まあ、検討されている方であったりとか、もし、ね、ご不明点とかありましたら、お問い合わせいただければというふうに思っております。であとはですね、最後になりますが、できる限りその1年コースに限らずですけれども、まあ、予備試験司法試験の勉強というのはもう始めるのは早い方が、まあ、当然スタートダッシュという意味もありますし、学習期間も伸びますから、もうできる限りですね、もう学習をすると言った場合にはもう早い時期からもう始めていただければというふうに思っております。で、1年コースの受講生の方もですね、この4月に開講するわけですけれども、今年の講義については先取り受講という形で、講義受けることできます。ですから、例えば、まあ、1月2月から実際、まあ、お申し込みいただいて4月の講義の前の段階で、例えばですけれども、インプットのうちの2科目ぐらいですかね、憲法行政法とか、まあ、そういうふうな形で、まあ、4月から、まあ、講義は始まるけれども、その講義が開講される前の段階から、受講していくと、まあ、いうことも可能ですので、うまくですね、そこも活用していただいて、まあ、予備試験の合格、ひいては、司法試験の最終合格に向けて、頑張っていただければというふうに思っております。それではですね、私からは以上となります。1年合格専用の、コース説明会はここまでといたします。それではお疲れ様でした。